足元、荷物、そして小さなお子様などには特にご注意ください。スカイロールの明かり模様完成まではおよそ6分です。3分で全てが開き、その後およそ3分で模様が完成します。まるで夜明けのような感覚とスカイロールが作り出す模様完成をぜひお楽しみください。では皆さんいいですか。皆さんと一緒にカウントダウンでいきますよ。5秒前、4、3、2、1、5の要領です。ではご視聴ください。5秒前、4、3、2、1、GO! さあ皆様、暗闇の世界はいかがでしょうか。グラウンドからおよそ65メートルの高さにある天井、中央部をご覧ください。スカイロール、オープン。およそ3分間は光が差し込む夜明けのような感覚をお楽しみいただき、その後およそ3分間はスカイロールの模様がどのような形になるのかをお楽しみいただく、そんなショーです。ここから見ているとレフトスタンドにスワローズファンの方が結構残っていらっしゃるんですね。見えてますよ。かつ聞こえてますよ。このショー知ってました？知らねえって言った人いましたね。ぜひ覚えてください。そして録画している方いらっしゃったら拡散 OK です。グラウンドに横たわっている皆様は大半がドラゴンズファンの皆様ですね。昇竜ユニフォームの方がたくさんいらっしゃいます。そしてライトスタンドもそうですね。内野スタンドもそうですね。今日はたくさんの方が残って楽しんでくださっている、非常に嬉しいです。ドラゴンズファンの皆さん、来週勝ちましょうね。今日は悔しかった、その思いをほんの少しでも晴らしてください。この後どんな模様ができるのかを。さて今日は一つ夢のある数字をお伝えしようと思います。プロ野球の世界には公式記録員の方、そんな存在があります。ヒットなのかエラーなのか、いろんなものをジャッジしてくださる公式記録員、その方に教えてもらったのですが、なんと中日ドラゴンズ通算8500本塁打、通算8500本塁打まであと2本なんだそうです。過去に2チームしかないそうです。さすが伝統のある球団ですね。球団創設81周年となるドラゴンズならではの記録ではないでしょうか。ちょっと得した、そんな気持ちになってくれればこれです。さあ続いてここからは今日の模様、何ができるかお楽しみなのですが、ヒントとなる曲をかけてまいります。そうです、スターウォーズメインタイトル、空と宇宙、
浮かび上がってきますか。スター・ウォーズプロジェクトという名の計画が現在展開されています。どこで展開されているんでしょうね。もう気づいたという方はかなり鋭いです。そして今日の2曲目、空の声が聞きたくて風の声に、浦島さんじゃないですか。海の声、これは僕がガチャガチャ喋るように聞いていたいな。しばらく黙ります。皆様お気をつけて。